1番谷、赤番で4番高和の上昇です。勢いよく抑えに来る九州ライン、1番谷和也出しまして4番手です。後ろの九州3人が本線を抑えていく形。田川のマーク6番魚屋近吉が車間を開けて牽制見せますが、ジャンで仕掛けてきそうな1番谷、4番田川が全開にかけていって4車身差、追いかける6番魚屋近吉、そこへ迫り来る1番谷和也と5番澤田義和、近畿勢さらに静岡勢というところが4車で猛然と襲いかかってくる。残り1周切りましてロングスパートが決まった。1番谷和也先頭、後ろに5番の澤田義和と7番大塚で続いて、その後は切り替えて3番中村良次4番手、200を切りました。1番谷が先頭、後ろは5番澤田義和、その後大塚の内を救ってくる3番中村良次が今日は追い込んでくるが、5番の澤田義和、ゴーリン2着は3番中村良次か。